あんたが沖戸博士？いかにも、わしが沖戸じゃ。そうか、沖戸。俺にポケモンをよこせ。なんじゃなんじゃ急に。ちょっと唐突すぎんか。ごちゃごちゃうるせえ。俺はポケモンマスターになりたいんだ。早くポケモンをよこせ。おい助手、不審者じゃ。とっととこいつをつまみ出せ。何？ダセーだと？いやいや言っとらん。ダセーじゃなくてつまみ出せじゃ。今ってポケモントレーナーがダセーって言われる時代だろ。お、なんか始まった。兄貴の時代はさ、この辺りにもすっげー数のトレーナーがいてさ、目と目があったら強制的にバトルを強いられてた。最新作のスカーレット・バイオレットでは目と目があったらバトル制度は廃止されたからの。で、誰かおらんのか。早くこの金髪をどうにかしろ。みんな肩肘張ってさ、手持ちがほぼ瀕死でも関係なくバトルに突入して、そんな奴らがなんでダセーんだ。そうじゃそうじゃ、だから別にダサくないんじゃ。だから俺がポケモントレーナーの時代を作ってやる。お前もついてこい。俺はお前が気に入った、大木戸。なんで？作らんくてもこの世界は常にポケモントレーナーの時代なんじゃ。なこと聞いてねえよ。くんの、来ねえの？だからいかんって。いかにかん？どんな耳しとるんじゃ。そんな耳。わあ、でっかくなっちゃった、じゃない。お前はマギー一門か。違うけど。知っとる。いちいち返してくんな。わしは研究で忙しいんじゃ。研究？お前本当に中学生？そんなわけないじゃろう。こんな老け顔の中学生見たことあるんか。わしが学ラン来て歩いとったらやべえじゃろ。学ラン？大木戸、お前男なの？バッカじゃないの？わしがセーラー服着て歩いとったらやべえどころじゃすまんのよ。そうか。なら一個だけ教えてくれよ、大木戸。一個だけな。ちゃんとした質問せえよ。俺はお前の敵か？知らんわそんなん。でも今のとこどちらかっていうと多分敵じゃ。なんかもうわしはお前が生理的にうざいんじゃ。そうか。でもさ、昨日の敵は今日の友って古い言葉があるけど。古いとはなんじゃ。おー。ん？まあでもポケモンマスターになる夢は応援しておるぞ。そんな夢はもう終わりだ。どうしてじゃ。まだ終わっとらん。そんなのやってみんとわからんぞ。持ってないんだ、ポケモン一匹も。モンスターボールもこの街には売ってねえし、勝手に草むら入っても誰も引き止めに来ねえ。その上、大木戸にも見放される始末。ほら、終わった。なるほどな。せっかく太刀になれると思ったのに残念。さて、どうやって死にて。そんな物騒なこと言うな。コンプラに引っかかったらだるいんじゃ。わかったから。仕方ないの。それじゃあわしのポケモンを分けてやるから頑張るんじゃ。でもさ、分けてくれたところでうまくいくなんて保証はどこにもないけど。そりゃそうじゃ。初期のオープニング、さっきの拍手もそれか。で、ポケモンくれるの？くれないの？それはもらう側の態度じゃねえ。ああもうわかった。一匹やるからさっさと帰ってくれ。俺を誰だと思ってんの？一匹？千匹よこせ。だとしたらもうそれはポケモンマスターじゃ。夢と冒険とポケットモンスターの世界にレッツゴーの時点で1000匹も持ってたらおもろない。そんなゲーム売れん。ゲーム？気にすんな、こっちの話じゃ。いいな、お前さんにやるのは一匹じゃ。それもそうだな。ごめん大木戸。俺、大木戸が隣にいてくれてよかった。わしは一刻も早くお前の隣から解放されたいだけじゃ。ほれ、こいつを持ってさっさと出ていけ。は？何それ、3匹の中から選ばしてくれんじゃないの？ずうずうしいやつじゃの。どこで仕入れたんじゃその情報。まあいいや、とりあえずどんなやつか見てみるか。こいつはたまたまじゃ。群れてしか行動できないやつらがなんのよ。いや、こいつはこの6匹で一体なんじゃ。そういうやつなんじゃ。ん？てか左下のやつなんかケンチンにそっくりじゃん。お前みたいにかっけえやつがさ、なんでこんなカスタムとするんでんの？カスとか言うてやるな。そういう習性じゃからの。こん中に左奥のやつ頭やられてんのに迷惑だって思ってるやついる？左奥のやつ頭やられてんのにひよってるやついる？いねえよな。おるぞ。あちゃもじゃ。だいぶひよってる。ひよこポケモンじゃからな、ひよりまくりじゃ。あのさ、ひよってるやつが欲しいんじゃなくて、ひよってるやつはいらないの。おおわがまま。そうか、ならこいつはどうじゃ。お前、名前は？こいつはワンパッチじゃ。そうか、ワンパッチ。ワンパッチ、今日
今日から俺のダチな。呼び方の癖、それはタケミッチの呼び方じゃ。てかさ、ずっと思ってたんだけど。もう、なんじゃ。ここにもう一つあんじゃん、モンスターボール。はて、こんなところに置いたかの。わわ、人じゃ。マイキーは俺が倒す。バスケットボールめ。ワンパッチ、黙って見てろ。これは大木戸の喧嘩だ。いや、どう見てもお前の喧嘩じゃ。何言ってんの大木戸、お前まだ負けてねえよ。いや、お前が何言ってんの。トーマンは俺のもんだ。俺が後ろにいる限り誰も負けねえんだよ。で、お前名前は？天才、桜木花道。そうか、花道。呼び方の癖がすごい。ちょっと待て、ほぼわし。